リクスダーゲンはスウェーデンの立法府一員正議会である。構成する議員は349人で比例代表制による選挙で選出されており4年の任期を務める議事堂はストックホルム市内のヘルゲアンズホルム島にある。リクスダーグとはドイツ語の帝国議会をスウェーデン語に直訳したものである。 スウェーデンの憲法では、リクスダーグについて、小文字の R で書き出されており、このためリクスダーグは、固有名詞ではなく、普通名詞の議会となっている。なお、フィンランドの議会のスウェーデン語名称も、リクスダーゲンである。詳細は、スウェーデンの憲法を参照。リクスダーゲンは、議会制民主主義における議会としての一般的な機能を果たしている。リクスダーゲンは、 法律を制定し、また憲法を改正したり政府を任命したりしている。ほとんどの議会制民主主義体制においては、国家元首が政治家に政府を組織すること。この政体法のもとで憲法を改正するためには、リクスダーゲンから憲法修正案に対して2度の承認を受けなければならず、また1度目と2度目の承認の間には、通常の総選挙を実施しなければならない。詳細は、 政府を参照議長は、リクスダーゲンに議席を有する政党の党首と協議を経て、首相を指名し、リクスダーゲンは、その指名を採決する。その採決において、絶対多数の反対がなければ指名が承認される。指名が否決されれば議長は別の首相候補を指名しなければならない。つまり、リクスダーゲンは、 賛成票が一票も投じられなくても首相を任命することができることになっている。首相は選出されれば、直ちに閣僚を任命し、リクスダーゲンに知らせる。議長は国王に新政府を選出したことを報告し、新政府は国王の臨席の下で初閣議を開くことで正式に発足する。リクスダーゲンは個別の閣僚に対する不信任決議を採択して解任することができる。 不信任決議の採択には絶対多数の賛成を要する首相に対する不信任決議が採択された場合、これは政府全体が退けられたということを意味する。不信任となった政府は一週間以内に総選挙の実施か新首相を指名する手続きを求めなければならない。スウェーデンでは政党の影響力が強く、リクスダーゲンの議員は、 院内での採決でそれぞれが所属する政党を支持することが一般的となっている。ほとんどの場合において政府はリクスダーゲンの多数の支持を得ることが見込め、議事を動かすことができる。近年は単独の政党が半数以上を得るということがなく、各党は政策が似通った党と協力して行動し、また連立政権を樹立している。通常は 左派と右派といった二つのブロックが形成される。自由主義、右派系連合として、中央党、自由党、キリスト教民主党、恩賢党が2006年から連立を組んで政権を担っている。それ以前の3期は、社会民主労働党を中心とした連合が政権を担当していた、議会ビル外観リクスダーゲンの 全議員349人は4年ごとに実施される、総選挙で選出される。選挙権及び非選挙権が付与されるのは、選挙日に満18歳以上となっている、スウェーデン市民である。議席が割り当てられるためには、全国規模で最低でも4%を得票するか、または単一の選挙区内で12%以上を得票することが要件となっている。 スウェーデンの選挙制度は比例代表制を基礎としている。一員制のリクスダーゲイン全349議席中310議席は有権者数に応じて各選挙区に配分される。残りの39議席は各党の全国規模での得票率と選挙区で配分された議席数との誤差の是正に当てられる。また、議席の配分を受けるには、 全国での得票率が4%以上でなければならない。ただし単一の選挙区での得票率が12%以上である場合には、その選挙区で議席の配分を受けることができる。現在のリクスダーゲンの起源は、1435年にアルボガで開かれた貴族の会合にまで遡ることができる。この非公式の組織は1527年にグスタフ・バーサによって近代化され、貴族、 聖職者、中産階級、農民階級の全四階級の代表が参加するようになった。スタンディストットと呼ばれる、この形態は1865年に階級制が廃止されて二院制議会が設置されるまで続いた。しかしながら、実際には近代という観点から、この組織は議会と言えるものではなく、初めてスウェーデンの政治制度に、 議会制民主主義が導入されたのは1917年のことであった。1866年6月22日、リクスダーゲンは自らについて155人の議員を有する第1委員と233人の議員を有する第2委員に衛生の立法府に改組することを決めた。第1委は県議会や市議会によって間接的に選出され、第2委は普通選挙で、 直接的に選出されるというものであった。このような階層はもはや国民を代表する存在ではなくなった旧階級の大きな不満を招いた。1970年の総選挙による憲法改正によって、リクスダーゲンは350議席を有する一員制の議会となった。一員制のリクスダーゲンを選出する選挙が1973年に実施されたが、これによって、 政府の樹立には175人の議員の支持を得ることができれば良いようになり、他方で政府の樹立に反対するにはも175人の議員が反対すれば良いようになった。このため、賛否同数となる採決が頻発し、最終決定をくじで決めなければならないということが起きた。このような繰り返しを回避するため、1976年からリクスダーゲンの議席数を349に、 減らすこととなった。ありがとうございます。